昨今昭和19年12月は、日本の女性社会事業家。軍人及びその遺族救護、廃兵援護や、巡職警察官の遺族、軍人医師や廃兵指定の教養さらに、会長食材職中には、王将兵や一般休民の生計扶助など、社会事業を広げて、明治大正期の日本の救護、社会福祉事業の礎を築いた一人である。 スーミツイン議長や東京帝国大学総長を務めた浜尾真は夫。愛国婦人会の歴代会長。浜尾は上段左側。現在の兵庫県に久保田政居の長女として生まれる。1888年設立の大日本婦人衛生会副会長、大日本婦人教育会評議員を務める。愛国婦人会設立に尽力し、1901年の 設立時には第一次表議員となり、1909年の理事、1911年5月の副会長を経て、1917年5月の第16回総会から会長に就任した。1922年に会長職を辞し、特待会員となる。また、婦人協立育児会小石川区幹事、婦人収容クラブ理事、精神病者事前求示会表議員など、 公共事前事業の役職を歴任した。85歳で没。宮武骸骨は、男雅りの名のある女として、鳩山春子、大熊綾子、下田歌子、三輪田子、棚橋綾子、毛利康子、後見家計、矢島か子と共に名を挙げている。愛国婦人会では、高潔の人格と、堅固なる特捜と思って、会員警護の中心となり、 定官の画期的改正に尽力した。明治末期の生活の知恵として、一家の主ふたる人々が、衛生や経済の上に注意をいたし、機会のある時に一部ずつでもできるだけ悪いところを変えていくようにすれば、家屋改良の困難の問題が解決できると説いた。浜尾神との関係について、成功な世史人の過程を見るに、必ず良妻見母のあるありて、 内助の功をなさざる話、男子一人の力によりって成功しとくと思うわ。こなり、男女は相助けて持って初めて一個の成果を得べく、下に夫婦は一心同体の関係にあるものと言うべし、思考してよくこの主義を体得して、夫人の典型と称せられる女子とされている。夫との間には、男子はなく、三沢の夫として、浜尾志郎を講師とした。ありがとうございます。